ゴールデンウィーク明けの天気をお伝えします。月曜日は関東で冷たい雨が降りそうですね。そうですね、はい。ゴールデンウィーク比較的気温高めで経過しましたのでね、はい。ぐっと下がる体感のね、変化ご注意いただきたいと思います。はい。天気図を見ますとですね、なぜこう、雨が降るんだというような天気図になってるんですね。高気圧に覆われてるんですが、はい。高気圧と高気圧の間、ここが気圧の谷になってまして、これがこう抜けていくタイミングで雨になりそうなんですね、はい。ということで関東エリアの天気見ていきますと、9日金曜、月曜日、特にこう南部などを中心に雨のアイコンがついていまして、この雨の影響もありまして気温というのが上がらないんですね、はい。前後に比較してこの辺りというのがぐっとこう下がっているというのが分かるかと思います、うん。前後が20度を超えてるんですけども、ここだけ20度以下というふうな状況になるんですね、はい、はい。で、どのような天気変化になるのかちょっと細かく見ていきたいと思うんですけども、これは月曜日の朝6時からの状況ですけども、雨雲がまず西部の方で発生するんですが、はい、次にこう西からやってくるものがこんな形で広がっていくんですね、はい。ということで、西側から南側のエリアで、雨が降るような形になるんですけども、うん、冷たい空気が流れ込むということもありまして、月曜日関東エリア、雨とそれから低温に対してちょっと注意が必要ということになりそうですね。アプリからも最新情報を確認いただけます。